はい、皆さんこんにちは。 ATF バスケットボールスクールの山崎です。ですね、今回また依頼の動画なんですけれども、ローポストでどうやったら攻めれますかということでちょっと依頼いただきました。で、まあ、ローポストの攻め方ってこれまた難しいな、これ苦手だなと思いながらまあ何が得意なんだってこう逆に聞かれるとね、はい、まあ、あの人の裏をかくことです性格悪いですね、はい、ということで、まあ、ちょっと今回ローポストからの動きやっていこうと思うんですけれども、ローポストの動き、まあ、一応紹介しますけど、基本的に僕の考えとしては、ローポストの動きってセンタープレーでNBA 見たらいっぱいやってるじゃないですか。で、あれだけやってて、でさらに YouTube を見るっていう習慣がある人たちが僕のところにこう依頼に来るっていうことは、こう僕がこう考えるにですけど、まあ、相手を見たことないんで何とも言えませんよ。だけど、まあ、もしかしたらその もはやローポストで攻めない方がいいんじゃないかなと思います。はい、ちょっと固定概念にとらわれすぎてるんじゃないかなと。例えば NBA っていうのは半分はやっぱ見せるプレーですので、こんなすげえ筋肉だぞ、こんなジャンプ力だぞ、こんなシュート入るんだぞっていうのをこう見せるプレーですので、やっぱりセンターとかが器用な動きとかでちょこちょこ点取っててもやっぱり面白くないんですね。こう相手をぶっ飛ばして、シャキル・オニールみたいにこうぶっ飛ばしてダンクした瞬間に 2,3 人地面に散らばるみたいな、やっぱりそういうのを見ててね、うわーすげーってこうなりますよね。はい、だから普通に一般人のやるプレーっていうのはそれはもちろん NBA ではやられないんで、だからまあそれをちょっとやった時にんちょっと違うなって思ったんであれば、もはやローポストで攻めない方がいいかもしれませんということで、まあ、ちょっとその動きをね少しだけ説明した後に、まあローポストの動きもやっていこうと思います。はい、じゃあまずはですね、例えばローポストで、まあ、例えばそちらのウイングとかにボールがあるとするじゃないですか。でそこでもらおうとした時に、ここでローポストでくれ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 って言っても、まあ、なかなかもらえませんよそれは。はい、ディフェンスもこうやってかぶさってきますからね。でその中からこうやって手くれ手くれってボールくれって言ってもやっぱ難しいです。はい、ですので、一回仕事しましょう。例えば反対にスクリーンに行く、でガーンとここでスクリーンをかけると、そしたらここの人が向こうに飛び出しますよね。そしたらもうこれ超危険区域ですよ、もしディフェンス誰も行かなかったら。でもここでそのマークマンの、まあ、仮に桜木くんだとしましょう。桜木くんのディフェンスがルカワくんで、ルカワくんにこうドーンとスクリーンを行きましたと行った時に、桜木くんは一人でフリーになってこっち来ますよね。で、ここに僕のディフェンスで赤木くんがいたとするじゃないですか。でその赤木くんが出るしかないですよ。はい、赤木くんが、桜木くんがここでヘイボールくれボールくれってこう来たら、これ入ったらこのままシュート決めて終わりですからね。だから赤木くんとしてはおいおいおいダメだダメダメダメってこっちで頑張るわけだ、頑張るわけですよ。ってなった時に、僕は今ルカワくんがここにいて、ルカワくんにスクリーンかけてるじゃないですか。だからそのままルカワくんをこうお尻でこう押して、でここにくれって、でここでボールもらってこっちでシュートっていう風になると、これ非常に簡単です。はい、だから、まあ、いっぺんボールの方にいたとしてもいなかったとしても、一回こうなんか仕事をするっていう癖をつけましょう。スクリーンをした後で、その人をスクリーンをしたままギュッと押さえつけちゃうと、意外とね、あれ今スクリーンをした時に俺ってこっち向いてみたけど、とりあえずこっちはルカワが全部通ってるけど、こっち全部俺のエリアじゃんってなった時に、ボールが向こうにあったらそれは難しいですよ、もらうのは。だけどボールがそっちにあったらもらい放題ですよね。はい、ということで、まあ、こういうふうにね、自分の中でどういうふうにすればボールもらえるのかっていうところで、スクリーンをした後にみんなすぐねこう動きがちなんですよ。スクリーンした後にちょっとだけ我慢しましょう、1秒ぐらい。でもダメだったらそれは出ないと3秒オーバータイムになりますので、はい、そこは出てくださいよ。だからここでのちょっとスクリーンをした後の我慢っていうのをね、しっかりとやっていただけたらと思います。はい、で次になんですけれども、はい、ローポストでのもらい方とかいうか、まあそのまあ、もしローポストでやるんだったらですけれども、はい、ここでねしっかりと相手を押さえつけましょう。で押さえつけて、こっちの左手にここにボールくれと。だからボールを片手で扱える能力、あとは片手で相手をある程度押しのけれる能力、これ手が広がるとこれファールになりますので、ここの手は広がらないようにしっかりと90度で固定しておきましょう。はい、で、まあ、ちょっとずるいんですけど、はい、このね押さえてる時のこの手をちょっとね、手首をこうギュッとこう曲げると見えますかね。はい、ちょっとこっちにギュッと曲げるとね、ここにね相手がこう肩引っかかったりしますね。ただこれは手をこうギュッとこうやっとくと、これファールになりますので、僕はよくねこういうふうな形で使ったりしてますね。はい、でこれもずっとこういう形ですよ、わかります。はい、でこれもずっとやっとくとこっちが腱鞘炎になりますので、はい、まあギュッと直したりやったりしてます。
はい、でこれねちょっとこれもねちょっと中高生が見とるのにこんなん言っていいのかなと思うんですけどこうボールもらうじゃないですか。でボールもらったらこうやってチンニングとかって言ってこうボールをこう顎のところにこう持ってきてこう強い姿勢を取るじゃないですか。でこの動きをしている間はこの肘までは要はシリンダーなんですね。自分のシリンダーって最近流行ってますよね。なんかやたら NBA でもなんか That's his cylinder とか言ってからなんか言ってますけれどもはい、シリンダーの中はまあ基本的には何してもいいっていう、ね、解釈になります。まあ、これがだからこう肘をこう振ったりするとこれあの一発でテクニカルファールになります。でもあのねこれちょっとここだけの話ですよ。まあ、ネット上に載せるんで、まあ、ここだけの話って言っても全員見れるんですけど、僕岡山県でバスケットを今社会人チームでチラリとやってるんですけれども、はい、まあ、とあるチームの、試合 をした時に、まあ、ちょっとあの僕よりも太った人がおったんですね。でその人がガッチガチのセンターでこうやって抑えられた時にもう全く僕がこう前に回れなかったんですけど、でその人がボール持ってガッチリこれやってでこれがずるいんですよ。こうじゃなくてこうなんですね。わかります？こう持っとるんじゃなくてこう持つんですよ。はい、でこの肘のところで僕がこっち向きに出られないように僕が今ここ後ろにいるってことですよ。それが出れないようにこう押さえつけてで僕をそのままここで肩をね肘で押さえつけてでずらしてここでボール持ってでこうやってシュートを打ってで僕は肘で押されてるので行こうとしてもこうなるわけですよ。でここで作られた40センチ50センチの幅でシュートを打たれるんですね。はい、でそれをちょっとやられまくってむっちゃ大変だったんで試合終わった後に、まあ、その試合勝ったんですけどその試合終わった後に主審のところに僕行ったんですよ。はい、でまあその主審が A 級審判 ABCD の A ですね。はい、A 級ですね。まあ、プロチームを吹ける審判ですだったんですけどちょっとこれおかしいんじゃねえと、はい、だってあんなことされて40センチ50センチずらされたらゴール下なんだからその例えば10センチの差ですらこれがブロックできるのかブロックできないのかブロックできるのかファールになるのかって10センチだけでもこんだけ差があるわけですよ。でそれを40センチも50センチもこうやってずらされてたらこれディフェンスできないですよ。でこれおかしいだろうとこんなことしちゃダメでしょってそれ分かんないんだったらこうちょっと良くないですよって審判してしかも A 級吹いてるのにこれプロ A 級持ってるのにこうプロ選手の試合とか行ったら多分ボコスカに言われますっていうことでちょっとお話ししたんですけど、はい、でもねまあいやあれぐらいだったら影響ないと思いますって、はい、まあちょっと衝撃でしたね。はい、あこの影響が分かんないんだと思ってこんなんね外国人にやられたら絶対日本人止めれないですよ 100% もこれ保証します。これはい、これが OK だったらめちゃくちゃですよ。じゃあもう OK なんですねっていうことで僕ちょっと確認したんですよ。高校生にもう教えてもいいですかじゃあってじゃあこれはもう絶対吹かないっていうことで保証持ってくれますかって、はい、あの程度だったら大丈夫ですってはい、なんでちょっと一応動画で紹介します。これはねでもむちゃくちゃですよ。はい、こうバンってやってここでグッと押さえて こっちの手でこうグッと押さえてこうシュートに行くっていうこれはね絶対止めれないですね。はい、まあ、僕が審判してたら余裕でファール吹きます。いやこれダメだよってこれ絶対これダメだよってだってこれあのこうやってやってるから短いですけど理論上はこうやって巻き込んでるのと何ら変わらないですからね、はい、それは手のひらで巻き込んでるのか肘で巻き込んでるのかっていうだけの話なので、はい、まあ、僕が吹くんだったらファール吹きます。ただ僕は D 級審判ですね。 ABCD の D です、はい、まあですのでまあ大した能力はないんですけど審判としてはただこれは僕は選手の気持ちは分かります、はい、でまあこれが吹かれないのであればこれは練習してもいいのかなとだって認められたプレーなんだから、はい、ということでまあちょっとローポストから攻めるときに体をしっかりと相手に密着させてで1回フェイントを入れたときにもこの手を入れておきましょう。でそのままグッとこう巻き込んでシュート、はい、でこれで30センチ40センチ体をずらしても、はい、影響はないと見られるということでちょっと受けましたので、はい、まあ、ちょっとこれねあの審判アンチとか思われるとちょっとあれなんですけれどもちょっとねこれは僕の中では衝撃だったんでねこんなもんダメだろうっていうのが僕の正直な意見です。はい、
じゃあすいません。じゃあ次にですね、ローポストのプレーちょっと紹介したいと思います。よくあるのが、はい、ここでボール持ちますと、持っちゃいましたと。で、持ったらワンドリブル、ツードリブル、はい、いやー、いつも通り入らない、すいません悔しい。ちょっと練習したんですけどね、はい、ワンドリブル、ツードリブル、はい、よかったと、こういうプレーですね。これ結局どういうプレーなんかっていうと、まあ、ちょっとロッカーモーションに似てるんですけれども、僕はちょっとロッカーと同じような筋肉を使ってるつもりなんですけど、少しこの斜め後ろに、斜め後ろにこうちょっと行くイメージですね。はい、ここのフェイントをしっかり肩と頭を一瞬だけフッと入れて、フッと入れた後に反対を振り向く。だからフル速度と戻す速度っていうのをちょっと作ってます。フル速度よりも戻す速度の方が速くできるように意識してますね、僕は。はい、はい、でその瞬間に足をしっかり開きましょう。でその開く瞬間っていうのはどこのタイミングなんだっていうと、この手が例えばボールを完全に持つ位置がここだとするじゃないですか。ここのちょっと上です。いきますよ。ここの意味、ここ完全に持つのはここ、ここです。ここじゃなくてここ、ここの位置でその動きを始めて、足を開いた時にボールはここに落ちてるって。でフェイント入れて少しフェーダーウェイ気味にシュートを打つ、はい、こういうイメージですね。はい、こんな具合です。はい、ということで、まあ、ちょっとね、少しローポストのプレー紹介しました。で、まあ、このプレーだけじゃなくて、例えば逆サイドにいきなりフラッシュ行って、ゴールの真下でボールをもらってシュートを打つとかっていうのもいいと思います。はい、ローポストまで走っていくんじゃなくて、ゴールの真下でパスもらいましょう。はい、こういうイメージですね。はい、ゴールの真下で、でそれができるようになると、こうワンフェイク入れて反対にシュートを打ってみたりとか、はい、このフラッシュでやっぱりね、みんなイメージしてるのはローポストまで行くんですよ、やっぱり NBA みんな見てるんで。だからそれを逆手に取ってゴールの真下でボール持ったりすると、これめっちゃうざいです。ただこれをパス出せるガードが必要なので、そこだけはちゃんとコミュニケーションを取るようにしてください。はい、よろしいでしょうか。ちょっとすいません、途中でね、この技紹介してもいいのかなっていうことでちょっとやったんですけども、まあちょっとね、まああれは僕は正直モラルに反すると思うので、一応うちの生徒にはまだ言ってないんですよ、あれですので、まあ、ちょっとこの技をするときには、まあ、しっかりとね、状況を見ながらで、まあ、一歩間違えたらやっぱり相手を怪我させる可能性がありますので、はい、こうギュッて入れるっていうのは、これ例えば相手が少し間違えたらこう、ね、肘を当てちゃうかもしれませんので、まあ、そこだけはね、ちょっと気をつけて、すべて自己責任でよろしくお願いします、はい、ということで、まあ、ちょっと動きを紹介しましたけれども、そのやっぱりローポストで動くんではなくて、ローポストの前で何かをするっていうのもやっぱある程度大事かなと思いますので、はい、まあ、ちょっとねそこだけ、参考にしていただけたらと思います。はい、じゃあそれではこの動画は皆様の参考になればと思います。ご視聴ありがとうございました。